こんにちは、スプリングです。私は今広島銀行で書いてありますが、兵庫県姫路市に来ております。いや、本日はですね、鉄道写真ではないんですが、ちょっと息抜き動画ということで、このようにね、姫路トレインパークというところにやってまいりました。大きなヘッドマーク、これキハ40にね掲げられたようなんですが、その前にはこのようにね、たくさんの模型の線路がね敷かれているわけですよ。まあ、ここはね、姫路にあります、カシレイアウト、まあ通称カシレとか言われますけども、鉄道模型であります N ゲージや HO ゲージなどをね、持ち込んで走行させることができるような場所になっております。まあ、こんな感じでいろんなものが置いてありますね。というわけで早速ですがね、さあ、この鉄道模型の様子をお伝えしていこうかなと思います。まあ、奥を走りますのはキハ181、そしてキハ40、そして183系。やっぱりね、こういうような大きなレイアウトにね、こうやって走らせるってなると本当にね楽しいですよ。いや、私もね、もう長いこと、もう N ゲージからはね、遠ざかっていたんですけども、まあ、ここ最近、なんか半年ぐらい前からですけど、まあ、その熱が再燃してしまいまして、いや、ちょっとね、これは近くにあるなら行かなければならないなということで、例のやつでね、一緒に、この走らせることにいたしました。いや、結構ね、立派な、このレイアウト。新幹線のね、こういうような高架線路とかもなかなかすごいですよね。いや、今回はですね、まあ、この、私もね、いろいろ模型を持ち込んだんですけども、まあ、やっぱりね、最近になって昔走ってたようなね、車両が欲しくなってしまいまして、本当にね、最近いろんなものを購入してしまっております。ダメですね、こんな具合ですよ。まあ、ちなみにこの手前、スーパークラ183系デデゴイ、そして183系キハ189、これは新鉄の主の持ち物。そして奥のね、この国鉄型に関しては私のものになっております。お、奥には、まあ、他の方が走らせておられる800系の流れ星新幹線ですか。いや、なかなかすごいなと思いましたね。というわけでね、まあ、スマホでの撮影になっておりますけども、どうしてもね、一眼レフとかでは撮りにくいので、今回はスマホで撮影をしております。こんな感じで並びを撮影をしてみましたよ。いや、やっぱりね、こういうのはもう西も東も問わず、いろんな車両がね、こうやって一堂に会する。いや、これぞね、模型の醍醐味かなと思われます。いや、そしてね、ここはね、なかなか面白くて、ここの留置線じゃないですが、まあ、ここのヤード部分はね、すべてのライトをね、点灯することができます。それをね、ちょっと一緒にね、撮らせていただきました。まあ、そしてね、ここはもうこの部屋のライトを落としていただきまして、夜を再現することもできるわけです。まあ、こんな感じでね、たくさん列車が止まっており、その向こう、まあ、先ほども走っておりましたけど、流れ星新幹線ですか。それが走っておりますけども、こちら側、まあ、あれはね、私の持ち物ではありませんので、まあ、乗せてはいいのかわからないんですが、こんな感じでね、この夜に止まってるような車両たち、これをね、再現させていただきました。させていただきましたよね、していただきました。やっぱかっこいいですよね。まあ、前照灯がすべてついておりまして、もうなんかテンション上がりましたね。しかしなんかね、この模型に影落ちしておりましたね。全然撮ってる時気づいてなかったんですけども。いやー、しかしかっこいいな。もうすべてね、走っていない車両たちですから。キハ181、489系、485系、583系。いやー、もうなんかね、実写は撮れないですが、こういう感じで模型でね、お手軽に撮ることができる。いや、やっぱりね、これが模型の醍醐味かなと感じております。いや、かっこいいですね。いやー、まあね、今回まあいろんな車両を走らせたわけですが、まあ、もう少しね、いろいろ写真を撮ってみたりとか、動画を撮ったりもしましたので、それをね、お伝えしていければなと思っております。かっこいいな。結構遠目でね、わかりづらいかもしれませんが、こっちはこっちでなんかいろんな新幹線が勢揃いしております。いや、なかなかここのヤードも広いですよね。いや、すごいなと思います。まあ、ちなみに店主の方にね、確認をしましたところ、どんどんここをね、宣伝してくださいというふうにお言葉いただきましたので、撮影をしております。485系、こちらは R 編成ですね。いや、なかなかスピードが速いですが。いや、これもね、かっこいいですね。なんか当時撮ってた時に関しては R 編成が来ると外れだって言われてましたけど、個人的にはね、この R 編成結構好きなんですよね。まあ、だからね、これ中古で見かけた時にもうこれ即買いしてしまいました。買わなければならないってね、身をもって感じた車両になります。いや、お気に入りの車両ですよ。そしてこちらはこちらとて485系白鳥の編成ですよね。3000番台同士がね、すれ違っております。いや、いいですね。こちらも増結の2両をプラスして6両編成にしたいなとも感じておるんですけども。なんか、姫路城もあり、なんか昔の姫路駅を再現したようなものをね、置かれておりました。そしてこちらは新鉄の主の持ち物。米子の DD51 10連牽引の寝台特急出雲ですね。出雲？
出雲ですね。いやちょっとね撮り方見つけてしまって上から撮ってしまったんですが、まさかそこ入るんかって感じでね24K 上から撮ってもなんかよくわからないんですが、そしてこちらはこちらとてスノーラビット683K です。いやちょっとね最近北陸を走ってた車両たちにね私目がいてしまって、いろんなものを買い漁ってしまいました。お金がありませんね、困った困った。そしてこちらは可愛らしいキハ122。ほんでまたね今度はこの車両をね総入れ替え、私はねあまり持っていかなかったのであんま変わり映えしないんですが、左側はね新鉄主、東日本いっぱい並べてなんかテンション上がっておりましたよ。非常に気持ち悪いですね。いやどうしてもね私もこの模型よりかはねカメラの方にお金を注いできた人間なんですから、まあ、ちょっとこうやってね、模型がいっぱい並ぶとねますますなんか物欲が湧いてしまうんですよね。かっこいいなーって感じております。いやーなんかこのヤードもね本当に立派で、もうたくさんね車両を並べることができますので、いや本当に良かったなと思います。というわけでねもう少しこの走行のね映像を見せていこうかなと思います。あらちょっと映りませんでしたけどね、 485系、 こちらは何だったかな、 T18 かな。そうですね、こちらは私先日買ってしまいました T18 編成。そしてこちらは下関の PF がデデゴイを引きまして、ダイソロがね通過をしていく様子、昔こういうのはなんか編成で走っておりましたよね。私撮影にいたんですけど被られてした、被られてしまった記憶があります。そしてこういうのは踏切もありまして、そこを485系、そして後ろから E233系かやってまいりますよ。いやーやっぱちょっとねこの模型ですからちょっとスピードが速く感じてしまうんですが、いいですね。でこちらは流れ星新幹線、これすごいですよね。なんか本当に室内と流れておりますから、あれどうやってなんか同期させてるんでしょうね。でこちらは485系の AHA2、 懐かしいですね。これは何でしょうか、 E233 か。そしてこちらは PF とデデゴイ、そしてダイサロ、また何かやってきました。こちらは4パー5の HA2 ですね。そしてこちらからは T18、 一緒じゃねえかって感じますけどね。いやというわけでね、本日はこの N ゲージを走らせに行ったという動画でございました。いやちょっとねまたこのいろんなところでね貸しレイアウトで楽しみに行きたいなと思ってるんですけども、いやちょっとこれはお金がいくらあっても足りませんね。いやしかしながらかっこいいですね。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。